皆さん、こんにちは。こんにちは。皆様、はじめまして、ひろあきです。意外にも、すでに1000人以上の方に登録をいただきまして。はい。わけのチャンネルですね。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、今まではね、歴史系の動画を結構作ってアップしてきたんですけれども、タレントさんとかに出てもらったり、あとナレーションを撮ってもらって、編集して動画を作ってきたんですけれども、はい、まあ、この度でとうとうちょっと自分で出ることにいたしました。おお、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございますけど、まあ、結局自分で出ることにしたんですよ。その理由は何があったんですか？そうなんですよね、そこ、はい、実はですね、いろいろ動画作ってきてちょっと思ったんですけれど、はい、やっぱりね、細かいニュアンスがね、伝わらないんですよ。そうですね、確かに台本がありますね。あ、そうそうそう、やっぱりスクリプトを書いて、うん、人に読んでもらうと、ちょっとやっぱりそのリズムとか、その自分のそのここが面白いんだよっていうテンションとかが伝わらなかったり、ここはもうちょっと本当は噛み砕いて言ってるんだけど複雑な裏側があるんだよとか、あ、私周り黒くなって説明文章になっちゃうとかありますよね、うん、そうですね、あと例外がありますよみたいなことを、そういうことはやっぱり言えなくなっちゃうんですよね。そこでその自分が出ることによってもうちょっと細かい話をしたいな。楽しみですね。じゃあちょっとこれどういう意味なんだろうってコメントでいただいたやつも、もうコメントせずになるほどって理解できるんですか？まあ、そんな風になったらいいなと思うんですけどね。とにかくもうちょっと細かいニュアンスをいろいろ伝えていきたいなと思って自分で出ることにいたしました。これはおめでとうございます。ありがとうございます。まあ、僕ら視聴者のためでもありますね。いやいや、どうも視聴者として出てるけど、まあ、ちょっと実はですね、だから自分がそのカメラに向かって一人で喋るのが非常に苦手なので、ちょっと助っ人的な感じでちょっとリュウジ君に来ていただきました。はい、自己紹介を。自己紹介、ご紹介に上がりました。粒が2つでリュウジです。よろしくお願いします。ありがとうございます。普段俳優をやっていまして、その関係でひろあきさんとお知り合いに会って、で僕が戦国時代のお話、歴史が好きで嬉しいお話をいただいて、これで出させていただいて、ちょっとこの度自分が出ることにしたので軽く自己紹介をしようと思いまして。お願いします。そもそもの自分の活動テーマというのがありまして、ちゃんとね、動画で説明したことはなかったので、うん、ちょっと知っていただきたいなと思いまして、それは江戸時代より前の時代をビジュアル的に再現したらどんな感じかっていうのがテーマなんですよ。ビジュアル的に表現ですか？そう。具体的に言うと、あのね、はい、だから要するに昔の人が書いた文章とか記録とかを読んで、それを映像にするとどんな感じになるのか。ああ、なるほど。確かにこの2次元であるものを3次元とか絵として持ってくる、ビジュアルに。そうそうそう。だからそれを本当にリアルに映像化するとどんな感じになるんだろうっていうのがテーマなんですよ。あ、なるほど。で、それをなんかやろうと思ったのは実はきっかけがありまして、はい、中学生の時に読んだ平家物語。平家物語。平家物語知ってますか？あ、はい。授業で。ありました。はい、ちなみにどんな話で？本当、あれですよね、あの平家と分家のあのあれですよね、平の清盛を、はい、まあ、中心とした平家っていうのがすごく栄えてたんだけれども、はい、戦で源氏にやられて負けてしまってこう衰退していった、そんな話なんですよ。ああ、そうなんです、うん、はい、そう、知ってます。知ってたわけね。知ってましたよね、はい、その平家物語を読んだ時にすごくイメージが湧いたんですよ。イメージ、うん、で要するにその映像的に頭に浮かんできたと。ああ、その文章を読んでる状態で、うん、そうそう、絵として浮かぶ、そうそう、想像として、そうです、へえー、すごい。でそれがすごく鮮明なイメージだったので、はい、これは何かしら形にしたいなっていうのが最初思いまして、それをきっかけに、なんか日本の昔の文学とか昔の物語とかいろいろ読んでいく中でも、すごく昔の人が書いたものっていうのはイメージがすごく強いのがあるなと思ったんで、はい、そういうものを動画にしていきたいなっていうのは思ってテーマになったわけですよ。へえ、面白いですね、うん、確かに僕は想像できなかった人なんで、うん、誰かが起こしてくれるとより鮮明にね、ちょっと見てみたいじゃないですか、本当にリアルに作ったらどんな感じか、そういうテーマは決まったんですけれども、実際に作るには知識が必要じゃないですか。はい。でそのために私は一応その東京大学に入りまして。え、東大ですか？そうです。知らなかった。え、東大ですか？そうです。え、全然知らなかった。大学の話してなかったですね。この顔で。東大行ってました。その顔で東大は行ってないけど、逆にマスクで行ってないけど。逆にこんな人ばっかりだったらどうなっちゃうと。いや、まあ、
頭がいい人はちょっと変わってるって聞かんで、ちょっとこんな被っていっちゃうみたいな。だから東京大学に行って、まあ、文学の勉強をやったり、うん、昔の日本語の勉強をやったり、日本史の勉強をやったり、そんなことをやり始めました。あ、確かに東京大学だったら日本で一番なんで、うん、本当にいい先生といい生徒が集まって本当に最高峰の勉強ができるような気がします。すごくやはり優秀な先生がいらっしゃったり、その図書館にはたくさんの本があるし、本はでかいですね。そうですね、だから環境的には非常に良かったですね、はい、だそういうところで勉強しつついたんですけど、それだけでちょっと足りないんですよ。東大じゃ足りないんですか。足りない足りない、やっぱり映像を作るわけじゃないですか、はい、ビジュアルが必要なわけですよ。ビジュアルが必要ね、うん、要するにだから美術品、昔の人が作ったものとか、なるほど、そういうものに触れる必要があるなと思って、自分は美術品に触れるとか美術館行くとかね、ありますね。あとは古文書、古文書、古文書知ってますか。あ、もちろん、あの古い文の書ですね。ということは、ということは昔に書かれたものですね。あ、そうそう、昔の人が書いた手紙とか。その程度しか、要するに伊達政宗が家臣に宛てて書いた手紙とか。そう、手紙も古文書になりますね。そうそうそう、実際にやっぱり昔の人が書いた筆跡とかっていうのがすごく雰囲気が詰まってるんですよ、リアルのね。ああ、確かに、たまに古典の授業の教科書に載ってて、うん、直筆見ると何なんでしょう、達筆というか、なんか昔の人が表せないような感じがあるじゃないですか。やっぱそういうなんかこの生の感覚に触れることによって感覚を養いたいなと。ああ、じゃない、今まで想像だったんだけど、それをより鮮明に見える。あ、そうそう、本当に知識、それもある意味知識じゃないですか。こういう字を書いていたとか。確かにそうですね、うん、だからそういう知識も養おうと思って美術品とか古文書に触れるようになりました。それだけじゃやっぱ足りないなと思って。知識もあって美術品にも触れて、うん、他に取れない。で、あと雅楽ってわかります？雅楽、うん、雅楽、雅の楽ですね。雅の楽、どの楽？すみません、説明をお願いいたします。あの神社とかに行くと、はい、なんか音楽流れてると思うんですよね。あ、はいはいはい、はい、はーみたいな、流れてますね、よく。この楽器の一つである横笛をよくやってるんですよ。はい、横笛、横笛、これ、はい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 、あの雅楽っていうのは基本的に3つの楽器が、まあ、メインで構成されてるんですけど、はい、こういうちっちゃいピッコロみたいな楽器と、見たことあります、見たことあります、ドラマとかでもありましたね。僕がやってる横笛と、はい、あとなんかこういうね、イソギンチャクみたいな形してる、なんか和音を出す、すごくなんかこう、みやびなまろやかな音を出す楽器があるんです、はい、それがまあ3つで構成されているんですけど、自分は横笛をやってるんです、はい、で、あと自分がやってるのは蹴鞠っていうのをやってるんですよ。蹴鞠、うん、で要するにあのね、蹴鞠って、蹴る鞠って書いて、はい、蹴鞠っていうんですけど、多分ね、皆さん教科書とかで見たことあると思うんですけど、平安貴族の遊びみたいな感じで、ね、あの庭でやってるイメージがすごいあります。そうそうそう、周りをみんなで蹴り合って楽しく遊ぶみたいな、はい、珍しいですよね、周りで蹴鞠やってるの。いや、本当にこの蹴鞠人口っていうのはめちゃくちゃ少ないんですよね。ちょっとうちの会とかそれ、まあ、ちょっと他のところでちょっとやってる、それぐらいしかないんですよね、はい。あ、ただちょっとその蹴鞠に関しては あんまり私蹴鞠やってますって言うとなんか関係者に怒られそうな気がするから、あの一応やってますっていう程度で収めたいと思います。で、そんな感じなんですけど、まあ、その映像に作るからやっぱり映像的な知識も必要じゃないですか。ああ、はい、確かに、ね、今知識武装したもんですもんね。撮るって方が必要だから、僕やっぱ学生の時に夏休みとかに自分で映画作って練習したりとかしてたんですよ。で、映画の練習、あ、それも全てこれのために。あ、そうそうそう、歴史のために。なるほど。夏休みに友達とかに手伝ってもらって映画作るっていうことやってたんですよ。で、学校卒業した後に東映ってありますよね。あの相棒とかの、はい、仮面ライダーとかのね、そこに助監督でちょっとしばらく入って、本当にもう絵を作るがために。あ、そうそうそう、自分に必要だなと思ったことをいろいろチャレンジしてきましたっていう感じの、まあ、ひろあきでございます。あ、そうそうそう、いうことをちょっと忘れてたよ。何でしょう、時代劇とか歴史系の漫画って、はい、なんか結構正確にちゃんと描いてるんじゃないかって思ったり しませんか。あ、それこそあの信長コンチェルとかすごい好きで、うんうんうん、映画も見たんですけど、めちゃくちゃしっかりしてると思うんですけど、江戸実はそういうのってさっき言ったような昔の人の書いた文章とか、はい、いろんなことを調べてみるとかなり現代的な感覚が入ってるっていうのは結構ね、あるんですよ。そうなんですか、うん、
だから今の常識でそのドラマ作んないってやっぱり感覚的に分かりにくいじゃないですか。あ、そうですね。なんかお風呂が入らないとか言って、3日洗ってないようなベタベタの頭で来られたら確かに役者さんお風呂入ってねってなっちゃう気持ちはあるかもしれないですだから結構ね、現代的なとこがいっぱいあるんですよ、時代劇って、はい、なんかね、そういう話をちょっと軽く触れた動画を以前も作ったんで、はい、実際の戦国時代ないないっていう動画を以前作ったんで、そちらもぜひよかったらご覧ください。よろしくお願いします。自分が出ることにしましたので、今まではちょっとスクリプトに書いて人に読んでもらうってなるとなかなか紹介が難しいなって思うような話題とかも出せると思うので、ちょっと今後に期待していただけたらなと思います。それって前出した動画のさらに説明とかもあったりとか。あ、そういうのもあるかもしれないですね。なんか今までちょっと説明が足りないなと思って、もうちょっとこういうところ言いたかったなっていうような話題もするかもしれないので、ちょっとその辺をちょっと楽しみにしていただけたらなと思います。いいですね、楽しみです。より深掘りした内容が来てるんですね。そうですね。で、次回はですね、はい、戦国時代の日本語っていうのは実は結構調べられるんですよ。調べられる、うん、それはもう本当に昔の文章とかっていうとこですよね。そうそうそう。で、それがどうやってわかるのかっていうような話題をしたいと思います。その勉強の仕方、勉強の勉強の仕方、うん、あ、そう、どうやって調べるかって話。確かに全然読めないですもんね、もうあれは、うん、まあ、意外にね、調べると分かるんで、そんな話題をしたいと思いますので、はい、楽しみにしていてください。はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、ということで、この動画が面白いと思った方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。また高評価もお待ちしております。ということで、次の動画またご覧ください。よろしくお願いします。じゃあね。